さん、こんにちは。アートフルハートフル亀岡の時間となりました。この番組はゴセック文化を次世代に継承する活動を行っている特定非営利活動法人ゴセック文化アカデミアがお送りいたします。皆さんこんにちは。ゴセック文化アカデミア副理事長の安藤恵子と申します。同じく副理事長のモナト久美子です。主任研究員の竹市真嗣です。この番組アートフルハートフル亀岡では、私たちが主体となって取り組んでいる地域活性化の新たな動きを紹介しております。それでは皆さん、どうぞよろしくお願いします。前回は亀岡シリーズの第1回ということもあり、まずは私たちゴセック文化アカデミアの紹介からスタートし、後半では生活文化を基軸に置いた亀岡活性化塾という取り組みの背景や目的、加えて亀岡ってどんな街という視点から番組をお届けしました。この亀岡活性化塾ですが、具体的にどんな講座かと申しますと、亀岡駅に直結した、サンガスタジアム by 京セラ、京都で唯一の球技専用の複合型のスタジアムを地域活性化の核として亀岡市民が積極的に利活用していくことを一緒に検討しましょうという講座です。今年度は全部で4回講座を開講しましてする予定なんですけども、すでに第1回の講座は8月7日、2回の講座は9月4日に実施しました。今日はこの2回の講座について、皆さんにご紹介したいと思います。主役はあくまで自分たちの大切な街を元気にしたい、活性化したいという皆さん、もちろん亀岡の皆さんであり、僕たちは応援団として支えていくというスタンスです。ここでいう僕たちというのは、もちろん NPO 法人であるゴセック文化アカデミアのメンバーです。おそらくゴセック文化アカデミアは、まちづくりの活動を目的とする非営利団体じゃないよねという声が当然あると思います。実際私は人形屋のおかみで、まちづくりなどに関わったことはありません。ですが京都に生まれ、京都で育ち、京都の歴史、伝統文化に誇りに思うという気持ちは誰にも負けないという自負があります。これは亀岡の皆さんが地元を元気にしたい、活性化したいという熱い思いを持っておられるのと全く同じです。そうなんですよ。今安藤さんのおっしゃった熱い思いという言葉ですが、それがまさしく、亀岡活性化塾の第1回講座のテーマ、キャリアマネージメントを学ぼうです。モナスさんが説明したシビックプライドなんですよね。エリアマネージメントというような言葉が出てくると、なんだかハードルが高くて私たちには関係ない世界の話のように思っていました。講座の主催者側の立場ですが、亀岡の参加者の皆様と一緒に町づくり、町育ての基礎の基礎を学ばせていただいていると思います。都市開発、地域開発は都市計画や地域開発の専門家が複雑な計画を綿密に組み立てていく非常に特殊な世界であり、特に開発の初段階においては一般市民が深く関わっていくことはまずありません。ですが地域の思いを十分に汲み取って進行していくべきだというプロセスに市民がもっと関わるべきだと思います。今回亀岡活性化塾の開講にあたり、ネットで入手できる記録を調べて調べました。スタジアム開発に向けて当初いろんな準備委員会等々が開発、実施されています。ですが結果出来上がった、スタジアムを見ますとですね、地元亀岡の市民がほとんど関わることができない仕組みで運営されています。それが非常に残念です。そうなんですね。そういう意味からも、スタジアムを核とする周辺を巻き込んでのエリアマネージメントの組織みたいなものが
作られて、地域が主体となって関わることができるプラットフォームが必要なんじゃないかというふうに考えています。文字通りプラットフォームですよね。一部関係者に、維持管理を委ねるのではなく、地域が関わり地域が育っていくための、フラットで、オープンな組織、もちろん、競技施設、等々としてですね、スタジアムの運営にはプロ集団が必要です。ですが、何度ですね、年間何日を、サッカーその他の、施設としての、利用されているのか計算してみてください。おのずと答えが出てきます。藤岡さんをはじめとする皆さん、すなわち地元でスタジアムを有効に利活用して亀岡を活性化させたいという願いを持つ市民の多くが、このままではスタジアムという名前の巨大な施設が駅前に出ただけで、まあ場所貸しをしているのではないでしょうかという大きな不安を感じているのも当然といえば当然です。そうなんですよ。私たちもこけら落としの式典やサッカー観戦や大河ドラマ館見学などを含めて何度もスタジアムを訪ねて現状を見ています。コロナ禍の影響があるという以前の問題を実感し、京都府民として非常に不安になりました。地元の皆さんの不安、懸念、怒りのようなお気持ちは大いにシンパシーを感じております。昨年度の生活文化をテーマとする商品サービスの企画講座の、企画開発の講座にわざわざ亀岡から参加してくださったお二人、藤岡美希子さんと渡辺恵美子さん、そのお二人からゴセック文化をテーマにスタジアムを活性化したいというご相談を受けました。それを受けて、それが起点となって、今年度の亀岡活性化塾という企画に至ったわけです。 NPO 法人の活動展開としては理想的ですよね。そうですよね。自画自賛です、このような、経緯を経て、開校した亀岡活性化塾ですので、活性化の、テーマはただ一つ、ターゲットはただ一つ、スタジアムを核とするまちづくりまち育てです。で、講座の第1回につきましては、エリアマネジメント、続く第2回は文化力による地域活性化をテーマに、地域の皆さん、亀岡の皆さんと熱のこもった意見の交換をいたしました。それではここでミュージックブレイクして、番組の後半では文化力をキーワードとしてお話を進めていきたいと思います。
では後半戦です。さて一言で文化力と言いますが、まあ、人によってかなり解釈の幅がある言葉ですよね。そこで岐阜大学のですね、内田勝という先生がおっしゃっているのですが、文化という言葉には2つの意味がある。要約すると、第一の意味は芸術や知的活動の産物、第二の意味はある集団の行動パターンや価値観です。そしてこの文化を研究するには何をすればよいのか、こうもおっしゃってます。そこで当たり前のことに対してあえてどうしてと言ってみる。神岡では根っからの地元の人を地亀、よそから来た人を田亀と言うそうです。まあ我々はもともと生粋の田亀の集団ですから、神岡のリーダーの皆様と一緒に考えて、討議する場を設けてですね、いろんなことが外から見てお手伝いできればいいなと考えております。ところで京都で、組織されたエリアマネージメント組織の第1号に深く関わったモナスさんから、文化力をどのように考えておられますかね。第1回の講座で、エリアマネージメントの組織について皆さんにご紹介したんですが、第2回の講座では文化力という視点と合わせてそのエリアマネージメントの事例を、ご紹介しましたので、ちょっとその事例とをリスナーの皆さんにもご紹介させていただきます。例えば東京の谷中っていう地区ですが、ここは風情あふれる寺町の文化と暮らしということをテーマに、地域の14の町内会で、結成され、行政とともに、協議会を立ち上げたっていう、そこ小さな文化のことを積み立てようっていう活動をやっているエリマネの事例がありました。もう一つは、例えば香川県の丸亀地区、ここは空洞化してしまった商店街を再編成する目的で、エリアマネジメントを自分たちで商店街が立ち上げました。で、それを行政が支援するという形の民間主導の活動でした。結果、ここは高松丸亀まちづくり株式会社という株式会社としてエリアマネジメントを組織化し、文化を継承していきました。3つ目は、福岡の天神地区、天神博多駅地区です。で、天神と博多駅という2つの地区でそれぞれエリマネの組織を作って、それを、共に両輪で合体して活動展開して大成功しています。地域活性化といっても本当にいろんなパターンがあるんだなと前回の講座を通して学びました。それではここからスタジアムを核とする亀岡の活性化をどのように考えていけばいいんでしょうね。いや、それは先ほど竹内さんがおっしゃった通り、文字通りタガメの視点が必要だと思います。でもエンジンとしての地域の住民、亀岡の市民が動かない限り、タガメも支援のしようがないわけです。熱い思いを持つやる気のある方々、地亀の方々がですね、どのように動いていくべきかというアクションプランを、それを我々タガメが、支援していくということでしょうね。その通り、そういう意味での亀岡活性化塾です。講座は年度内にあと2回あります。頑張りましょう。そろそろ終わりの時間になりました。次回放送は10月第3土曜日のこの時間です。亀岡の魅力発信をテーマに、何度も先ほどからお名前が登場している亀岡愛で満ち溢れている仕掛け人をしようとする張本人、藤岡美希子さんに登場していただいて番組をお届けしようと思います。どうぞ次回もお楽しみに。この番組は特定非営利活動法人ゴセック文化アカデミアがお送りいたしました。どうぞ次回をお楽しみに。